長崎の民話特別編、郷土長崎の先人たち。NOC、NOCS、長崎卸センターがお届けするポッドキャスト、長崎の歴史シリーズ。このシリーズでは、高吉松雄一著作、我らの長崎県、郷土の偉人から、歴史上著名な方、それぞれの地域で記憶され、尊敬されている方々のエピソードを集め、全10話、長崎の民話特別編、郷土長崎の先人たち、として配信するものです。このポッドキャストは500年近く外国交易が行われ、西洋や中国の先進的な学問文化が流入した長崎の地に芽吹いた尖閣者、先駆者、そして身をもって郷土に尽力された方々の事歴を紹介しようという試みです。郷土長崎の先人たちの業績を語り継ぎ、子供たちの今後の人生の糧になればという企画です。なお原作は昭和30年に出版されており、地名、産物、価値観などで現在とは相違するところがあります。必要に応じて地名、産物などについては修正または省略を。語彙や言い回しについては現在の時点で適当と思われる言葉に言い換えている部分もございます。できるだけ原作から感じられる風合いを残すように心がけたつもりです。あらかじめご容赦いただければ幸いです。読み手は歌の種でありたい、山田睦美です。最後までお付き合いください。この配信は長崎総合鑑定株式会社のご協賛により、NOC 長崎卸センター、NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします。今回は表題の著書から、平戸市にちなむ三浦按針の巻と、津島にちなむ雨の森宝珠、鹿島氷介の巻を朗読させていただきます。平戸の恩人、三浦按針、ウィリアム・アダムス。平戸港の町に残っているオランダ塀やオランダ井戸は、昔この港に沿って立派なオランダ商館が立ち並び、オランダ船が入港して珍しいヨーロッパの産物を積み込んだ名残が残っています。この頃の平戸は我が国で最もたくさんの外国船の入港した港で、大阪や堺の商人もこの町に集まってきて、非常なにぎわいでありました。このオランダ船入港やオランダ商館を建てるのに力を尽くしてくれた人、いわば平戸開港の恩人とも言うべき人が、イギリス人ウィリアム・アダムスです。彼は誠に男らしい一生を送った人でした。生まれたのはロンドンに近いギリムガという小さな村で、家は貧しい百姓でした。ちょうどイギリスが朝日の昇るように栄えていたエリザベス女王の時代でした。幼い時からテームズ川を走る大型船やおかけ船を見て暮らし、近所の造船所に通い始め、10年ばかりもコツコツ働いていましたが、そのうちに試験を受けて、航海士と船長の免状を取りました。そして24歳になると、一時オランダ独立軍に加わって働いていましたが、やがて船長になって地中海を船で乗り回していました。1598年のことです。オランダのロッテルダムから5隻の船で1艦隊を作って南米を回り、
東洋に向かうという噂を聞きました。かねてから東洋に行ってみたいと憧れていたので、彼は自分から願い出て大安人、つまり舵取りの頭となって一行に加わったのであります。艦隊長はマックス・マイホアという商人で、船には綿布やマフをたくさん積み込み、乗組員は198人でした。オランダ政府は大砲を四門乗せることを許し、弾薬をたくさん貸してくれました。6月23日、艦隊はロッテルダム港を出発しました。大西洋を横切ってマゼラン海峡に向かい進んだのですが、途中で食料がだんだんなくなってきたので、洋上に小さな島を見つけて上陸しました。すると、原住民が手に手に槍を持って襲いかかってきました。鉄砲でこれを追い払い、掘っ立て小屋のような原住民の家のある村を占領しました。これはアボナ島という島でした。ここに2ヶ月も住んで、翌1599年の4月6日には、夢にも描いていたマゼラン海峡を通ることができました。アダムスは甲板の上から南米の丘に向かって手を挙げて万歳を叫びました。しかし暑さはひどく、波風は次第に荒れ狂ってきたので、一隻の船は希望を失って本国を指して引き返してしまいました。パルパライソに向かった一隻は向こうについてから乗っていた者はイスパニア人に捕らえられてしまいました。一隻は荒波に巻き込まれて沈没してしまい、アダムスの乗っていたリーフデ号のみはやっとのことでチリ国のバルデビアにたどり着きました。ここから南緯37度のところにあるというセントマリア島を目指して進むことになりました。ようやく目的の島も近づいた洋上を走っていると、向こうの方に小さな島が浮いていて、海岸に立っている色の黒い原住民たちが手を挙げて食料をやるという合図をするのです。リーフデ号はすっかり食料がなくなって弱り切っていたところでしたから、食べ物をもらおうと船長をはじめ23人の士官たちが鉄砲を持って上陸しました。アダムスの弟のトーマス・アダムスも、兄さん僕も行ってきますよ、と笑って下船しましたが、みんなが波打ち際を歩いていると、不意に森陰から毒槍を持った原住民たちが奇妙な声を上げて押し寄せて、士官たちを槍で突き殺してしまいました。船の甲板の上から弟の殺される様子を見ていたアダムスは、どうすることもできませんでした。やっとのことで、船がセントマリア島にたどり着いてみると、艦隊長の乗っていたホープ号がひょっこり到着しました。一同は肩を叩き合って喜び、ホープ号の甲板に集まって会議を開きました。この一帯が初め目指していたのはインドのマラッカでした。ところが船員の中に東洋のことに詳しい一人の水夫がいて、マラッカは熱帯で未開の土地だ。日本というところがある。ここは開けていて人も多い。あの国に行ったら船に積んである毛布も売りさばくことができるだろう、と言いました。そこで、では日本に行こう、と秋も末の11月27日にその島を出発しました。ところが、またまたたちまち大嵐に出会って、ホープ号は流され、マレー半島のチトール島に流れ着き、ポルトガル人に襲われて5人は捕らえられ、その他の者は殺されてしまいました。年も明けた1600年の4月19日、アダムスの乗っていたリーフデ号ただ一隻、九州の豊後の国の沖合に流れ着いたのです。生き残った者はわずかに18人。それも死人のように船の上に寝転んでいて、歩ける者はたった6人でした。6人の者が這うようにして上陸していくと、たくさんのヤジ馬がぞろぞろ見物に来ました。その中に一人のポルトガル人がいましたので、やっと言葉は通じました。この頃、我が国では
天下分け目の合戦と言われた関ヶ原の合戦がやっと終わって間もない頃で、家康はすでに大老となって大阪城にいて天下を治める仕事をしていました。大分からこの漂流者についての報告を受けたので、ひとまずそこの牢屋に入れておくように命じました。やがて18名の者は江戸に呼び出されました。天下を取ったほどの家康はやはり目が高く大政治家でした。この頃から、我が国の人々は海外の国々と貿易し、また出稼ぎをして働かねばならないと思っていましたので、5万両というお金を18名の者に分け与えました。この金をもらって江戸にとどまり貿易商となった者もあり、平戸へ下って大砲を作る仕事を始めた者もありました。家康はこの中でも特にアダムスの最地を認め、幕府に仕えさせようとしましたけれども、彼はイギリスに妻のマリーが待っていて、その上可愛い2人の子供まであったのです。しきりに帰りたがっていたので、奉行の馬込景湯という者の娘でキリシタン信者をその嫁に世話し、江戸の天馬町に家屋敷を与えて住まわせることにしました。また相模の辺見村には250石の土地さえ与えたのです。アダムスもこの家康の熱い心に感激して、いよいよ我が国に帰化して名も三浦按針と改め、幕府に外国のありさまを話したり、外国との外交や商売を指南する外交顧問という役に就いたのでした。ある時、家康の命令を受けて120トンの西洋型の帆掛け船を作りました。これに23人の人を乗せて太平洋を押し渡って、遠くメキシコのアカプルコまで航海させたりしました。1609年慶長14年7月1日にはオランダ船が平戸へ入港してきました。金々から海外貿易を考えていた藩主の松浦法印公はこれを喜んで迎え、いろいろもてなしましたが、前からこの町に来ていたポルトガル人とかイギリス人はあまりこれを好みませんでした。外交顧問の安人は平戸へ乗り込んできて、このごたごたを裁き、間もなくオランダ商館が出来上がりました。これが実にこの後の平戸の繁栄のもとを築いたのでした。やがて安人の計らいでイギリス商館も出来上がりましたので、彼は宮の下に家を構え、江戸と平戸の間を行き来することにしました。また浦賀と大阪京都には代理店も持っていました。平戸の家にいるときはイギリス国旗を軒場に出して印としていました。安人はいつも大きな望みを抱いていました。あるとき我が国の北海道からベーリング海峡を渡って北アメリカのニューファンドランド島に通じる北海航路を作ることを進めて、家康をびっくりさせたこともありました。貿易のためにシャム、現在のタイにも渡りました。こうしてついに1620年元和6年5月16日平戸の土に帰ったのでした。時に57歳でした。外国人墓地には立派な三浦按針の碑が立っていて、その手柄が刻み込まれています。雨の森宝州、徳川八代将軍吉宗公を助けて天下の政治を取り、その頃飛ぶ鳥も落とすと言われたほど勢いの強かった新井白石が、ある時朝鮮へある手紙の中に吉宗のことを日本国大君と書いてあったことがありました。これに対して白石は偽学者だ、我が国の大君は天皇の他にないと攻撃をして、天下の人を驚かせたのが雨の森宝州でした。宝州は対馬の宗家に仕えた対馬学問の父と言われたほどの偉い人物でした。父親は千順といって近江の国の雨の森村の人。宝州も寛文8年
5月17日、その地に生まれたのです。幼い時、大きくなったら医者になろうと思っていましたが、ある時、伊勢の国の高森という父親の友達が家に遊びに来て、書道の稽古をする者は書き損じてもただ紙を費やすばかりだが、医者は間違うと人の命を損なうことがあると話しているのを聞いて、これからぷっつり医者になることを諦めて学者になろうと心に決めました。この時が8歳だったと言われています。元より家は貧しかったのですが、大きくなるにつれて学問に対する志は強く、ついに江戸に登って木下淳庵の弟子になりました。この頃淳庵先生は江戸一番の偉い学者で、たくさんの優れた弟子がありました。中でも前に述べた新井白石、室九曹など10人の優れた人物がありましたが、その中でも淳庵先生は報酬が一番偉いと褒めていました。その頃、対馬の宗家から偉い学者を召し抱えたいと申し出があったので、淳庵は早速報酬を進めました。こうして報酬先生は対馬に来るようになったのです。その頃、対馬は朝鮮に最も近いので、その使いが毎年やってきて、我が国でも大切な場所の一つとされていたのです。報酬は200国で召し抱えられることになりましたが、この時24歳でした。時の殿様は義信公でした。たくさんの対馬の藩士たちに学問を教えることと、毎年やってくる朝鮮の使者に会ってもてなしたりするのが役目でした。ある時、変前録という書き物をしたためて義信公に差し出しましたが、これは貧しいこの藩の財政のやり方などに対する意見を述べたものでした。後に長男の秋光を学問させるため、わざわざ江戸に登らせて荻生徂徠の門に入れましたが、わずか3ヶ月で対馬に引き取ってしまいました。徂徠は心が清くしてなかなか良い男だが、考えはまだ浮ついている。私の子供を預ける人物ではないというのが報酬先生の意見でした。もともと報酬は漢詩を最も得意としましたが、81歳になってから和歌を作ろうと志しました。そうして2年の間に古今集という和歌の手本になる歌集を1000回も繰り返して読みました。まあ3ヶ月の間に和歌を1万首作ったほどの熱心さでした。そうして寛延元年のめでたい3月3日の桃の節句には、うちむれて道とせ祝う桃の花、上の実の日にめぐる杯と読んでいます。これはこの節句を皆集まって祝うのはいかにも嬉しいと自分の長生きを喜んで読んだものです。こうして宝暦5年正月6日88歳まで生きて亡くなりました。伊豆原の長寿院に葬られています。筆相沙和、長官権などたくさんの本を記し、多くの友達や弟子に取り巻かれていました。朝鮮語や中国語にもなかなか達者でした。ある人が、あなたはいろいろの国の言葉に通じておられますが、特に日本語がお上手のようですと笑ったのは有名な話です。立つ鳥の清さ、鹿島兵助。対馬の北の端の仁田の村の稲の海岸には一つの古い石踏みが立っていて、これには、立つ鳥の後の清さよ麦畑という句が刻まれています。この石踏みが立っているところこそ、ここでお話をしようとする鹿島兵助先生が伊豆原から流されてきてお住まいになった後です。兵助は豪を条件といい、正保2年5月12日、伊豆原に生まれました。父親の神左衛門は、初めは百姓でしたけれども、なかなかしっかりした人物でもあったので、殿様から認められて、侍に取り立てられ、藩に仕えていました。そこで神左衛門は、
これに感じて一生懸命に仕えていましたが、殿様の亡くなられた知らせを聞くと、一室に閉じこもり腹を切って後を追いました。このありさまを見た妻の松さんも、その場で黒髪を惜しげもなく落として尼となり、名も秋月にと改めて一生夫の後を弔ったのです。そうして忘れがたみの兵助を立派に育てることに力を注ぎました。このような立派な両親に育てられた兵助が普通の少年と違っていたことは言うまでもありません。大きくなって対馬の殿様にお仕えするようになると、選ばれて九州本土の肥前の田代の役人として行くことになりました。対馬は山の多いところで、米の取れる平地といえば、わずか須佐村あたりに少しあるばかりです。だから、対馬十万石といっても、米の取れるところは藩の飛び地であった田代あたりが大部分でした。この領内でも大切な田代に兵助が行ってみますと、その頃ここいら一帯、人気が非常にすさんでいて、人は怠けて暮らし、博打が盛んに行われていました。したがって米の取れ高も悪く、百姓は皆貧しかったのです。米どころでありながら、この領内の借金は1098貫。また、他所から借りていた米が6480俵もあって、全く首も回らないありさまでした。兵助はこのありさまを見て、どうかして田代の村々を立て直さなければならないと思いました。そこで百姓たちを自分の家に集めて、ここに二斗の米があったとすると、これを一日に一升ずつ食べると、二十日間で食べてしまい、十日間不足するので、皆が苦しまではならぬ。これを辛抱して、一日七合ずつ食べてみよう。三十日は持つだろう。お金も自分の持っているものの七八部使って、三部は必ず貯蓄せよ。そうして家々の経済を図れ、と言って聞かせました。そして、博打をやっているものを見つけると、これに厳しい罰を与え、朝早く起きて働くことを奨励しました。また、自分も早く起きて、朝露を踏みながら領内を回り、百姓たちを励ましたのです。領内もようやく正気を取り戻し、百姓たちも見違えるように田んぼに出て働くようになってきました。しかし、延宝七年の夏の七月には大雨が降り続いて、田んぼや家々は水浸しになり、おまけに悪い流行り病まで村を襲ったのでした。やがて、田畑は流され、一家が病の床に伏する悲惨な人々が村々に溢れました。そこで兵助は殿様に願い出て、これらの人々のために360石の米を藩の蔵から出してもらって、それを与え、また薬がなくて死を待っているような人々に薬を与えました。これで助かった人は実に1800人にも及びました。悪いことはよく続くもので、翌延宝8年にもまた大洪水が出ました。今度も藩の米を200石出して、1400人からの人々を救いました。この二度の大水に懲りて、川淵には十分な堤を築かせました。また、山に木を植えることを奨励し、畑には桑を植えさせて、蚕を飼うことを奨励しました。この効き目が現れて、領内はめきめきと豊かになってきました。この後、二年ばかりも経った、天和元年のことです。幕府の準権使の奥田八郎左衛門が江戸から下ってきました。この人は、その土地の政治向きのありさまを調べる役人です。その頃、準権使が下ってくると、その土地の百姓たちは、その場を取り繕って嘘を言わせる習慣となっていましたが、兵助は、ありのままを答えよと言って諭しておりました。八郎左衛門は、くまなく田代領内を回って、百姓は真面目でよく働いている。実に関心な村だ。これは政治が立派に行き届いている結果に違いないと褒めたたえました。上京元年、11年間の務めを終えて、対馬に帰ることになりました。領内の人々は、
親に離れるように別れを惜しみ、150石の米を対馬の殿様のお蔵に献上しました。兵助が島に帰ると、70石を与えられて、大監察という役を仰せつかりました。この役は、藩の政治向きの有様を見て、殿様に意見を申し上げる役でした。どこの藩も長い間には、悪い習慣が積み重なって、抜き差しならないようになるものです。兵助の目に映った藩の有様は、乱れて改革のいることばかりでした。そこで、彼は、国が良くなるようにと思って、32箇条の改革の意見書を殿様に差し上げました。これは後に、鹿島兵助権上書と言われた有名な書き物でした。一つ、人民の上に立つ侍は自分から道徳を守れ。二つ、度を超えた役人の酒盛りは慎みたい。三つ、なるべく租税を薄くして百姓の負担を軽くせよ、といったことが書いてありました。喜ばなかったのは家老をはじめ、良くない侍たちです。たちまち兵助は余計なことを言う。今のうちに兵助を除かねば自分たちがどうなるかわからないと兵助の排斥にかかりました。そして気の毒にも役を奪われて島の北の端の仁田の外れに流されてしまいました。その頃、伊豆原には末山凸庵のような立派な人もあって、どうかして兵助を元の役につけようとしましたが、ついに成功しませんでした。しかし、兵助は少しも殿様を恨むことなく、いつか私の真心が通じることがあろう、と神に祈りながら、毎日畑を耕し、本を読んで日を過ごしました。そうして、この片田舎で暮らすこと11年、元禄10年5月9日、この地で亡くなってしまいました。このことが田代の領民たちにわかると、皆親を失ったように嘆き、家々には兵助の画像を掲げて祭りました。また百姓たちは集まって、紀氏養父実記という本を作り、荒れ果てた土地を美伝にした先生の手柄を書き記しました。また、寛政6年には、領内の太田観音の境内に立派な石踏みも建てたのです。対馬藩では、その子孫には禄を与えることにしました。文化年間になってから、家老の大森勝久という人が、稲野先生の旧宅跡に、初めにお話しした辰取の石踏みを建てたのです。戸田田野という人は、ある時この石踏みを訪れて、辰取の後の清さを褒められし、なおその人の勲しぞ思う。立派な行いの人と慕われているが、本当に見事な業績を残されたものだ、と和歌を読んで、その人柄を慕ったことでした。今回の3つのお話いかがでしたでしょうか。いや、三浦按針、ウィリアム・アダムスが日本にやってくるまでの大変な思い、島々で、ね、弟さんが亡くなったりとか、その辺のことを思うと、その生命力の強さを感じずにはいられませんでした。そして日本にやってきてからの活躍。この物語の中では、1600年関ヶ原の戦いで船が使われたっていう話はなかったんですけど、なんか調べてみると関ヶ原でもウィリアム・アダムスが乗ってきたリーフデ号が使われたっていう風に書いてあるところもあったりとか、歴史の中で活躍した方なんだなぁと改めて感じました。平戸で亡くなったということも今回初めて知りました。そして雨の森宝珠、私長崎の歴史博物館で
対馬店があった時に雨の森宝州のことを初めて知ったんですけど、ファンなんですよね。そして鹿島兵介、この方のことを初めて知りましたけれども、こんな生き方をした方が本当にいらっしゃるんですね。現代にもいらっしゃると思います。こういう方によって町や国は支えられているんだろうなぁと思わせていただきました。今回ご協賛いただいた長崎総合鑑定株式会社は、創業後35年経過、不動産鑑定士、1級2級建築士、保証業務管理士など16名の技術者を有し、保証コンサルタント事務所、1級建築士事務所も兼ねた総勢23名の県内最大の不動産鑑定事務所です。不動産の売買、賃貸借、相続などで不動産の鑑定評価が必要なときは、ぜひ当社をご活用ください。ホームページまたは電話095-827-3708でお気軽にお問い合わせください。全10回にわたる郷土長崎の先人たち、最終回となりました。長期間にわたりダウンロードしていただきありがとうございました。このポッドキャストは NOC 長崎卸センター、NOCS 長崎卸センターサービスがお届けしております。なお本文中、差別的または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが、著作者にはそのような意図がないことはもちろんであり、もう長い期間出版され続けている書物であること、さらに原文の芳醇な香りを残すべく、原則原文のまま朗読させていただいております。ただし、言い回しや歴史的に誤っている記述については、当社でやむを得ず修正または省略しております。ご了承いただきますようお願いいたします。また、このポッドキャストに対するご意見、ご指摘は、nocs@e064.com まで電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。よろしくお願いいたします。ではまたお会いする日までしばらくの間、さようなら。歌の種でありたい、歌種の山田睦美でした。